岩木山の裾野、屋根のない果物屋さん、森の中の果樹園にやってきました。およそ35ヘクタールの広さを誇る森の中の果樹園は6月中旬から10月まで果物狩り体験ができるんです。10月はブドウ、梨、リンゴに丸メロなど収穫の時期を迎えます。今日はちょうど食べ頃を迎えたシチューメンを収穫したいと思います。佐々木さん、はい、よろしくお願いします。美味しいサインっていうのはどこを見ればいいんですか。はい、スチューベンやっぱり黒ぶどうなので皮の色が黒くなったのが食べ頃かなと思います。はい、やっぱりこの辺がちょうど黒くて美味しそうかなと思います。じゃあこれにしようかな。大きいやつ、お、重いですね。はい、この辺で大丈夫ですか。そうですね、はい、いた、おー、ずっしり。すごく甘いのと濃いですね。そうですね、黒ぶどうはやっぱり味が濃いので。あ、甘い。さらにこちらのコーナーではスタッフが収穫した果物を選んで食べることができるんです。私は姫んこにします。僕はこれです。うん、おいしい。今年も美味しい青森りんごの収穫時期がやってきました。農家の皆さん、お疲れ様です。そこでこんな津軽民謡を選んでみました。聞いてください。Yeah.